建築費の高騰が続いていてます一体いつまで上がり続けるのでしょうか今建築費が高騰し続けていて不動産投資の未来に暗雲が立ち込めています体感的には建築費がコロナ前の23割ほど上昇していて木材の価格に関してはコロナ前に比べて約2.5倍も上がっているんですよ 建築費が上がるということは、当然今後の不動産投資にも大きく影響してきます。日本は構造的に家賃が上がりづらいので、単純にイニシャルコストが上がった分、利回りが低下し、投資効率が悪くなります。一体これから新築アパートはどうなっていくのでしょうかまた、既存の不動産投資家にはどのような影響があるのでしょうか そこで今回は建築費の高騰について最新データを入手したのでその内容をシェアしたいのと今後の建築費の見通しはどうなのかまだまだ上がるのかそれとも下がるのか徹底解説していきたいと思いますこの動画を見れば建築費の最新動向がわかりますので今後の投資戦略を考えるきっかけになりますし動画の最後には建築費が高騰しても狙った利回りを確保するとっておきの戦略についてお話ししますので ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルは有料級のノウハウを毎回無料でというコンセプトで運営しております。不動産投資のほか経済、金融、株そして企業にまつわるトピックもどんどん配信していますのでぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。 ツイッター、インスタグラム、そして音声ラジオのボイシーも毎朝7時に公開しています。ぜひこちらもフォローしていただけると嬉しいです。さて今日は3つのトピックでお送りしていきます。1つ目は新築アパートメーカーのトータが始まった。2つ目に建築費はまだ上がる、それとも下がるのか。そして3つ目にそれでも新築投資を成功させる方法について解説していきます。それではまず各アパートメーカーの最近の動向を見ていきましょう。 2018年に発覚したカボチャの馬車事件をはじめ、スルガ銀行の不正融資問題、レオパレス21の施工不良問題、さらにはサブリース家賃の減額問題など、ここ最近新築アパートメーカーとのトラブルが絶えない中、世界的なインフレや円安の影響もあって、アパートメーカー各社は苦戦を強いられています。例えば、アパートメーカー大手のシノケンコーポレーションは、今年8月に MBO で 株式を非公開化することを発表しました。同社にとって一番の収益の柱だったサラリーマンへの新築アパートの販売が激減していますから今後開発事業の大きな回復が見込めないと判断して株式を非公開化することになったのでしょう。世間を大きく騒がせたあの施工不良問題で未だ未回収個数が9万8000個も残っている経営再建中のレオパレス21も 現在新規のアパート受注が激減していて売り上げの大部分を賃貸管理収入に頼るような状況になっていますアパート大手の大東建託も新築アパートの受注が厳しいことから中古アパートの買い取り再販事業を強化していますしさらに住宅大手の大和ハウスも 建て住宅を20年以上保有してから売却すると借入れ残高がゼロになるという住宅ローンの取り扱いを始めました具体的にどういうスキームかというと最初に30年や35年の住宅ローンを組んだとして例えばこのローンの利用が20年を過ぎたとしますこの時期を過ぎると購入者は次の3つの選択肢から対応を選ぶことになります一つは住宅を手放してローンの借入れ残高をゼロにする つまり家はいらないのでその代わりにローンをチャラにしてくださいというものですね二つ目にそこから改めて長期のローンに借り換えて月々の返済額を抑えるというものです三つ目は住宅を購入した当初に契約したローンをそのまま継続して返済し続けるというものです仮に買い取りが選択された場合は国の外郭団体である一般社団法人移住住み替え支援機構がその買い取りを行います そして買い取った物件は JTI が自前で賃貸に出したり大和ハウスに売却したりしますで大和ハウスは購入した物件を状況に応じてリノベーションして再販するそうなんですよこのスキームに何か変な違和感を感じるのは僕だけでしょうか そもそも持ち家を買う理由は老後まで住める家を確保するということと持ち家が資産として残るかどうかということがとても重要な意思決定要因になるわけですがにもかかわらず20年でローンがなくなったとしても持ち家を手放してしまえば持ち主はまた違う家を探してそこに住まわないといけないわけですよ 大和ハウスや JTI が将来の残債以上の買い取りを保証するならまだしも20年後に残債はなくなるけれども家もなくなりますよだとかそこからまた新たなローンを組ませたりということであればそもそも新築なんか買わずに最初から賃貸でいいのではないでしょうかしかも JTI が買い取って大和ハウスがそれをリノベーションして再販するとなると そこに2社が介在することになって、それぞれのフィーが抜かれてしまいますから、損をするのはお客様だけのような気がします。結局、買取をするにしても、絶対に彼らは損をしない買取額を提示するでしょうから、このモデルが成立する地域というのはかなり絞られてくるはずです。今後は建築費の高騰などでさらに受注が難しくなるので、苦肉の策として出てきたスキームなのだとは思いますが、僕から見ると、 ユーザーーザを欺くようなスキームに思えてならならいんですよ裏を返せば今ハウスメーカーはそれほど厳しいということなのでしょうさて次に建設コストがめちゃくちゃ上がっていると言われて久しいですが具体的にどれくらい上がっているのでしょうかまず建築費の最新指況データを見ていきましょう一般財団法人建設物価調査会が公開している建設資材物価指数2011年基準で東京の 価格水位を見ると2019年が 108%2020 年も108%と横ばいながら 2021年になると年平均で 115%2022 年1月には125%とさらに上昇して今年4月に 128%6 月に 131%8 月は134%と冒頭なんとこの1年で建築費は20%近くも上昇しているんですよただこのデータは相対的な建築資材の物価指数なので もう少し解像度を上げて分析する必要があります。建築コストは構造によって違いますから、木造、鉄骨造、コンクリート像に使用する各種主要部材についてもその動向を把握しておく必要があると思います。 建設プラザというサイトでは現在の価格だけではなく今後の先行き予測のコメントもあるので将来の建設コストを予測するのに重宝します例えばコンクリート像で使うコンクリート型枠用合板の価格は右肩上がりで推移しています合板業界は円安や仕入れコストの高騰の影響で 今後もさらに高値で更新していくと予測されますこちらのコンクリート価格も引き続き上昇していますから今後鉄筋コンクリート像の建物の建築コストはまだまだ上がっていくことが予測されます一方で木造アパートの柱などで利用される木材は 2022年1月を機に10%程度下がっています。値下がりしている理由としては、昨年12月から持ち家の新設住宅着工個数が減っていて、 今年はさらに減り続けることが予測されているからでしょう。木材の価格が下がり始めているもう一つの要因はアメリカの利上げによって住宅ローンの金利が上昇してアメリカの住宅着工戸数が減少したことで木材の需要も減ったからです。これに加えて日本では昨年来今後の輸入木材の高騰に備えてあらかじめ発注していた木材が最近どんどん港に届いて行き場の 木材の在庫が増えたことで。 供給過剰になった影響で木材の価格が下が下り始めているんですよ今後木材価格はある程度下がっていくとは思いますが建築価格も下がるのかというとおそらくそうはならないと思いますなぜなら一旦上がった建築費はなかなななかかか下げられないかられいんですよとはいえすでに建築費は相当高いのである程度建築費の上昇は鈍化するとは思うのですがかといって建築費が劇的に下がることもないと思います その理由をもう少し解像度を上げて解説しましょう建築費が下がらない理由は2つあります一つはこの2年くらいの間に建築の受け負いしてきた建設会社は工事中も建設材料の単価は上がり続けていたわけでそのコスト上昇分は接種に請求できずに 利益を削ってて対応してきたところが多いんですよ2つ目は日本はこの30年間デフレだったので建築費はほとんど上がっていなかったからということなんですなので材料費の上昇が一服したとしてもすぐに建築費は下げないでしょうし今の時期は業界にとっても建築費を上げるチャンスなんですよねこれは一旦下げた家賃はなかなか上げられないのと同じで一旦上がった工事費は極端に 需要ががななななくならいないい限り下がることはないとは思いますこのように建設コストは引き続き高騰したままで続いていくと思いますがそうなると新築アパートでの不動産投資はもう成り立たなくなるのでしょうか結論言えば新築投資はしばらく控えた方がいいんじゃないかと思っていますなぜなら今後家賃を上げていかないと新築不動産投資は成り立たなくなるからです 唯一新築投資をやってもいいのは相続対策で アパート経営をする地主系大屋さんだけでしょうというのも、例えばコスト増で投資利回りが低下したとしても、節税できる相続税とのバランスで投資効率を評価することができるからです。じゃあこれから新築投資は絶対にダメなのかというと、まだまだ方法はあると思っていて、その方法について最後にお話ししましょう。できる方法は大きく2つあると思っています。1つは、 工事を分離発注するとか材料をオーナーが支給することですなかなかこれは素人には難しいとは思いますが手前味噌ですが僕のようなコンサルタントと組めばやってやれないことはないと思っていますもう一つの打ち手は家賃を上げることです日本は借り主が法律で手厚く守られていて構造上歴史的にもなかなか家賃を上げることができませんがそもそも物件の付加価値を高めていけば それなりに家賃は上げれると思っていて。 最近当社が企画する新築コンサルでも家の中にホビースペースを設けたり屋上を作ったり強彰地でリビングが暗くなってしまうため2階にリビングを配置して日当たりを良くするなどの工夫をしていたりしますこうして周りの物件と差別化を図る企画にすることで実際に相場より1割以上高い家賃で満室にすることができているんですよこんな感じで建築費が2割上がったのなら家賃も 2割上げていいかなとと以前と同じ利回りは確保できません建築費が高くなったから利回りが低くなるのも甘んじて受け入れるのではなくこれからはどうやったら家賃を上げられるかこういうことを真剣に考えていかないといけないと思います日本人は値上げをする時に「すみません値上げさせてください」みたいな感じで申し訳なさそうにお願いすることが多いですが僕が住んでいるマレーシアなんかは 今日からこの値段ですってな感じで平気で値上げするのが普通だったりします当然値上げに見合う商品価値がなければその商品は淘汰される運命ですがこれからは本当に真剣に家賃の値上げを考えていく必要があると思っています空室が増えているから家賃を下げないと満室にできないと発想する人は多いですが家賃の値引きはバカでもできるんですよ商売の上手い人は いいかかに値上げできるるを考える人だと思いますこれからはどうやったら家賃を上げられるか頭を振り絞って考えて実行していかないと不動産投資で成功することはできないと思います。確かに 今日本の住宅は約650万戸も余っていて全体の約14%が空き家になっていますがこんな状況で家賃を上げるとはなかなか想像できないとは思いますしかし実際に僕の築30年以上のアパートは未だに相場より1割以上高い家賃で満室経営を続けています具体的な方法はまた別の機会に解説したいと思いますがこちらの動画でも家賃値上げのアイデアを いろいろ解説していますので、ぜひ参考にしてください。 さていかがでしたでしょうか建築費の高騰はまだまだ続きそうですが建築費が高いだから利回りの低下は仕方がないと妥協した不動産投資に成功はありませんいつの時代も頭に汗をかいて乾いた雑巾を絞るようにアイデアを出してそれをことごとく実行していくことで道は開けていくと思いますちなみに新築アパートの企画方法や空室対策など総合的な不動産投資についてさらに学んでいきたいという方は は初心者でも体系的に学べる不動産実務検定で学ぶのが一番です。そして裏研不動産のオンラインサロンに繋がっていただければ。 不動産投資のプロから直接アドバイスがもらえますし、僕も毎日フォローしています。興味がある方はぜひ概要欄のリンクをご覧ください。そして今日の動画の内容が良かったという方はぜひグッドボタンもよろしくお願いします。このように不動産投資は学べば学ぶほどリスクは小さくなりますし、あなたの未来に応えてくれる稀有な投資法だと思います。ぜひこれからも一緒に勉強していきましょう。それでは今回も最後までご覧いただきありがとうございました。 また次回お会いいたしましょう。バイバイ